バッテンです。数学三特攻ということで、積分の不等式面積媒介変数編第9問目になります。長く続いてきましたけれども、この問題でこのセクションはラストになります。名古屋大学2020年理系第3問の問題です。まだ解いたことない方は、ここで一旦動画を止めていただいて、自分で答案を書いてみてから解説の方に進んでください。ではいつも通り、解説の大まかな流れと最終的な答えを確認してから、詳しい解説に移っていきます。テーマとしては、 一般的な関数についての考察問題です。これは苦手ととすす。る方も多いいいんじゃないかなか思います何か例えば具体的な関数が与えられて面積を求めようとかそういう問題であればまだ手が動くんですけれどもこういう関数の具体的な形が分からずにその性質から別の性質を示していくっていうそういうタイプの問題で発想が必要になってくることが多いです。なので、 もしかすると前の大阪大学の問題よりも解きやすいなと、まあ、気づいてしまえば終わりなので解けてしまう方もいるとは思うんですけれども一般的には難しい問題が多い印象ですでポイントとしては、まあ、考えていくしかないんですけれども与えられた条件以外の条件っていうのを何かこう頭の中で勝手に決めつけたりとかそういうことをせずに与えられたものから論理的に導き出されるものを使っていくっていうそういう姿勢が大事になってきますでは括弧1 問題文で与えられている条件っていうのが0以上2分の π の範囲で第2次同関数がプラスですよとこの条件を使うんだろうなということでまあ微分したくなると思いますで一回微分するとえ実は今回問題文で与えられている条件から f'x というものは競技単調増加であることが分かりますで,ですのでこの largef'x に関して実はもうすぐに政府が分かりますつまりこちら x と π プラス x の 同関数の値の間にはこういう代償関係が成り立って π ス x と2 π ス x っていうのももちろん2 π ス x の方が大きいのでこういう代償関係が成り立ってきますこれが f'x の単調増加性から分かるとですので largef' の符号はマイナスと分かりますそうすると何が言えるかというとこの同じ範囲で largefx というのが競技単調現象であることが分かると常に減り続けるじゃあ,あと何が必要かというと fx の x イコール2分の π での値が0であることこれが成り立つので0以上2分の π 以下の範囲で0以上であることが示されますこれは微分法の不等式編で散々やってきた話を応用したものになりますでは過去にここがなかなか発想を求められる部分ではあるんですけれども詳しい発想に関しては後ほど詳しく解説をしますここではどういう流れで解いていったかというと 0以上2分の π 以下の範囲で括弧1で示したのは LargeFx が0以上でしたよとさらに同じ範囲で cos、X、というのも0以上なので両問演習1問目でやった通りこちら掛け算したもの0以上の値を0から2分の π まで定積分したものも0以上になってきますよと LargeFx を分解してあげて定積分展開するとこちらになりますで実はこの第2項第3項第4項に関して 置換積分をすることで、実はすべて fxcos x に揃えていくことができます。例えばこの2番目のものだと、π x を例えば a という新しい文字で置くと、積分区間の範囲が π から2分の π で、中身がこちらになってきて、fxcos x の2分の π から π までの定積分で表すことができます。 で残りの2つも同様に繰り返すと実は連結することができて fxcosx の0から2分の π までの定積分と変形することができますですのでそれが0以上であることが示されるとこれがカッコ2ですカッコ3はこれもまた自由度が高い問題でいろんな解法があるかと思うんですがここでは自分が素直に思いついた方法を紹介しますそうすると今は cos だからさっきの largefx の形でうまくいったと じゃあサインに関して同じように π−x とか符号がどうなるかを調べると最初は sinx でナスになっているのでそういう形で新しく largegx という関数を同じように定めてあげればいいんじゃないかという発想でいきました。でこの時1/2の流れと同様にまずは largegx というものが考えている0以上2分の π 以下の範囲でプラスであることを示します。 でこれは問題文で与えられている g' の条件から調べることができます。で、さらに同じ範囲で sinx っていうのは0以上なので、同様にこの不等式が成り立ちますよねと。じゃあ、あとはカッコ2の流れと同様で、large gx の部分を展開してあげて、置換積分を繰り返していくとこちらに変形することができます。ですので、示したい不等式が示されます。で、実は括弧2をですね、うまく使えば、部分積分で もっと早く示すこともできるのでこちらに関しては最後に別回として紹介したいと思いますではここから詳しく解説をしていきますのでわからない部分とかもっと掘り下げて発想を学びたい部分があればそこだけ重点的に見てみてくださいでは詳しく解説していきます、まあ、先ほど略解のところでも述べた通り問題の性質としては一般的な関数何か具体的に例えば fx イコール sinx とかこう決まった関数の形ではなくて 一般的な関数が与えられてでこういう性質を持つ関数ですよというものに関して考察してくださいねっていうそういう問題になっていて何か具体的に関数の例えば最大値を求めようとかこの関数が囲む部分の面積を求めようとかそういう数値を求める問題であればまだ手が動くかもしれないんですけれどもこういう一般的な関数に関して性質を調べさせる問題って。 取っ掛かりがないので苦手ととすする方も多いいいんじゃないかなか思いますでポイントとしては与えられた条件問題文で与えられた条件から論理的に導き出されることを議論していかないといけないわけで与えられた条件以外の条件を、まあ、多分こういう性質が成り立つだろうって言って使ってしまったらもちろんアウトですよねで勝手に生み出さないことで気づいたら使ってしまってたりするんで,でそこをこう頭の中でですねコントロールしていくっていう力が求められます。 では実際に問題を解きながら、どういう発想をして、どういう頭の使い方をしていけばいいかっていうのを考えていきたいと思います。まず、括弧一1。問題文確認しておくと、こちらです。まあ、長いですけれども、関数 fx が0以上2分の π 以下。まあ、こういう範囲が細かく設定されているので、これも重要ですね。0以上2分の π 以下の範囲で第二次動関数を持つと。2回微分できるよ。で、2回微分したらプラスだよっていう条件がありますと。この時、0以上 π 以下で、 関数をこの形で定めまましたと、まあ、ここのの意味は後ほど分かっていきますでこの時に LargeFX というのが0以上2分の π 以下の範囲で0以上であることを示せという問題ですこの区間が3つ出てきてとてもややこしいんですけれどもまずはこの情報をインプットしてじゃあどうすればこの LargeFX が0以上というものを示すことができるのかっていうのを考えていきますそうすると、まあ、使える条件っていうのが やっぱりここですよね。2回微分がプラス F の2回微分がプラスっていうものを使いたいのでじゃあ LargeFX を微分していけばいいんじゃないかっていう発想になりますではこちらに戻ってこれは微分法の範囲でセクションとしても扱いましたけれども不等式の証明ですねこのタイプの考え方が生きてきますじゃあまず LargeFX こちらでしたけれどもまず LargeFX というのが0以上 π 以下の範囲でまず定義されていたと これなんで0以上 π 以下かってわかりますか ?fx というのが0以上2分の π 以下の範囲で2回微分可能なのであれば、largefx も0以上 2π 以下でいいんじゃないかと思うかもしれないんですよね。でこれはダメで、なぜかというと largefx の中に fπ プラス x というものがあります。あとは fπ マイナス x というものもあります。で、例えば x が0以上 2π 以下の範囲でこの largefx を考えてしまうと、 fπ プラス x っていうこの f の引数に関してはこれ π 以上 3π 以下になってきますよねですのでこの f の微分可能性が担保されてないと f というのはあくまでも0から 2π の範囲で微分可能なのでこの範囲になっちゃ嫌だなとで逆にこの fπ-x に関してもこの π-x というのがマイナス π 以上 π 以下になってきてしまうんでやっぱり微分可能性が担保されないとなので0以上 2π 以下だとダメで 以以上を以下の範囲でこのというののは定義されてますこの範囲であれば fπ−x も fπ+x もあと f2π−x も微分可能であるっていうことが担保されますなので largefx っていうのはこの範囲で定義されてますじゃあありがたくそれを使っていくと largefx っていうのは0以上 π 以下の範囲で同関数を持ちますねと、まあ、この一文がなくて減点されることはないかもしれないんですけれども まあ、とても重要な一文ですし後々大きな意味を持ってきます。で微分するとこちらでこれはそれぞれ微分して π−x イイとか 2π−x イイに関しては合成関数の微分でマイナスがかかってきて符号が変わります。じゃあ何し知りたいかというと f ラージ fx が0以上であることを示したいのでこのラージ f'x の政府を知りたいつまりラージ fx の増減を調べればいけるんじゃないかっていう発想です。 そのためにはそれぞれのこの f'x に関する条件を調べていきたいのでここで2回微分に関する性質を使いますつまり f の2回微分が f の第二次動関数がプラスですよと0以上2倍以下の範囲でなので f の1回微分ですねに関しては競技単調増加になっていきますこれは微分法のところで何問も扱ってきましたつまりイメージとしてはこちらで f'x というものが競技単調増加つまり増え続けると 今示したいもの何だったかというと Large f'x というのが、まあ、こちらに書いてますけれどもこれの政府を調べたいときに f'x のグラフに関してはこうだよとで実はですね f x ュ f π プラス x あとは f'π−x−f'2π−x っていうこのコンビネーションで見たときにこの関数の,この中身を 確認すると x よりも π プラス x の方がもちろん大きいですよね π 分先にいってると。ってことは f'x が単調増加なのであればこっちの方が大きいんですね競技単調増加なんで必ず値としては大きくなると。でこちらに関しても π ス x と2 π ス x だと π 分大きくなっているのでこの関数の f' の値というのも 大きくなっていきます。これは F ダッシュ X が競技単調増加だからと。そうするとこの組み合わせで見ると引き算したときにこれどっちもマイナスになってくるんですね。ってことは F ダッシュ X っていうのはマイナスですよねということがわかります。じゃあこれから何が言えるか。今回示したいのは何だったっけっていうとこの政府がわかるとこのラージ F X に関する増減がわかってきて。 で今回考えているのは0以上2分の π 以下の範囲なので、まあ、この範囲で0以上であることを示せばいいのでこの範囲で考えていって LargeFX っていうのが競技単調減少つまり減り続けるよっていうことが分かりますじゃああと何が必要かっていうとゴール地点での値ですよねつまり減り続けるよって言われてゴール地点で0以上であればめでたく LargeFX っていうのが0以上であることこの範囲でこれが示されますなので2分の π での値を調べると こちら代入するとめでたくこれ全部消えてくれますで0になるとよって0以上2分の π 以下の範囲で largefx っていうのが0以上であることが示されました、まあ、もっと具体的に言うと0になる時っていうのは x イコール2分の π の時のびですねあとは0にはならないっていうのがこの競技単調減少性から分かりますこう常に減り続けて2分の π で0になるということが分かりましたでは括弧二2です 問題文を確認しておくと、こちら、fx をかっ1の関数とする、まあ、つまり0以上2分の π 以下で2回微分できて、それがプラスですよと。とするとき、こちらを示せ、fx に cos x がかけられたものを0から 2π まで積分して0以上であることを示せという問題です。でもちろん、fx に関してはまだまだ具体,具体的な関数として分かっていないので、これを定積分することはできないですね。 なので何かうまく括弧1で示したことを使いながらこれを示す必要があります。ここで格闘が始まります。largefx の中身というのは4つ登場していてこの4つでしたよね。FX F X F X F X、でこれを0から2分の π 以下の範囲で考えたんですね。この範囲で largefx というのが0以上であることを括弧1で示した。 今回考えたいのは fxcosx の積分、まあ、これは0から 2π までなんですけれども中身はこれ fx×cosx で考えたいのでじゃあとりあえずまずはカッコ1で示したこの largefx と cosx の掛け算を積分してみようかっていう発想になりますでこの時に largefx というのは0以上で cosx というのもこの0から2分の π までの範囲ではこれ0以上なので掛け算して積分すれば 0から分分のののまでの x x の積分これは0以上になることが言えます。これはこのセクションでやってきた両門演習の第1問目ですね。非積分関数の評価のところで話した内容です。で、こっからここに持っていけるんじゃないかっていう発想ができます。で、これをしたくなる発想の理由としてもう一つあるのが、この largefx の中身っていうのが4つありましたよねと。で、これを 0以上2分の π 以下の範囲で x を動かしたときにまず fx というものは0以上2分の π 以下で考えることになりますで次 f π x というものは x0 以上2分の π 以下の範囲で動くと fπ から f2 分の π までを考えていることになりますよねで次 fπ+x というのは x が0以上2分の π 以下の範囲で動くと fπ f2 から始まままって f 分のパイまで行くことになります最後 f2π−x というのは f2π から f2 分の 3π までいくことになって実はこの範囲で largefx の中身を調べていくと実はこれ0から 2π まで fx の値を網羅していることに気づくんですね。ということはまだ計算してないんでわからないですけれども largefx×cosx の0から2分の π までの定積分を考えれば なんかこっから fx の0から 2π までの値を調べることになってくれるんじゃないかなっていう発想です。でしかも cos x についてもで cos x っていう余計なもんがくっついてるんですけれども、まあ、なんか cos x に関しても π とか 2π とかくっついても結局全部 cos x に変形できるので結局この形に持っていけるんじゃないかなという発想で個人的には以下の回答に至りました。 つまり今やってきたことを文章にしただけですけれども、カッコ1から0以上2分の π 以下の範囲で、この範囲で LargeFx は0以上。で、cos もこの範囲だと0以上になってくれるので、掛け算しても0以上。で、0以上のものを定積分したものも0以上。でこれは両毛演習1問目で扱った内容です。証明もしてますので,で、ぜひ復習をしておいてください。とても重要です。で、じゃあこっからどうしていくかなんですけれども、LargeFx というものを これを fx にしていきたいので largefx に具体的な f の形を代入しますそれで定積分の形を展開してあげるとこちらこれ4つ出てきますよねもちろんで1個目に関してはもう中身が fxcos になっているので OK であとは残りの3つなんですね残りの3つがこの f の中身がなんか π とかが入ってきててまだ fx の形になってないとじゃあこれを置換積分することによって 今回示した意識である fxcosx を作り出そうという発想です。できっとこうすることによって、まだ100%確証はないですけれども、きっとこうすることによって、積分区間も0以上2分の π 以下で網羅できるはずじゃないかという期待を込めて、置換積分をしていきます。じゃあまずこの丸2、二つ目の項ですね。どうすればいいかというと、もちろんこの π マイナス x を丸ごと a と違う文字で置換をします。 x が0から2分の π まで行くのであれば、a というのは0の時 π ですね。π から2分の π まで行くと。つまりこちらで、で中身は fa×cosπ-a かける、a、になるんですけれども、これは -cosa ですね。これ重要です。なんでこれしたくなるかというと、fxcosx を作り出したいからですね。えなので cosa になんとか揃えたいので、この変形を思いつくと。で、dx というのは -da。 で、これ変形すると、こちら。となって、見事に、fxcosx が登場して、しかも積分区間が2分の π から π になってくれる。つまり、最初がこれ、0から2分の π だったんですけれども、次が2分の π から π。で、このマイナスとこのマイナスで、プラスになってきて、連結できそうですね。ここで気分がウキウキしてきます。じゃあ、あと2つも同様にやっていきます。流れは同じなので、さらっていくと、 次は π プラス x というものを b という文字で置換するとここが fb になるでコサインの b マイナス π というのはこれはマイナス cosb ですねですのでここがマイナス cosb で db でここが π から2分の 3π になってきて整理するとこちらで4つ目に関しても 2π マイナス x というものを c と置くとここが fc になるでコサインの 2π マイナス c というのはこれはサイン c と 値が一緒です。でそれでコサイン c でマイナス -dc これが 2π から2分の 3π になってきてで整理するとこちらですのでこの4つをですね全てガッチャンコさせると中身が一緒なので積分区間を結合することができて0から2分の π までっていうこの積分区間が誕生しますですので今何をやってきたかというとこの一式ですねでこちらがそもそもまず成り立ってますよとでこの左辺を変形していくと こちらになったよっていう話ですよねですのでこれが0以上であることが示されますこれが問題文で問われていたことでしたこれで証明終了なので全然計算は難しくないんですけれどもやっぱり最初の発想ですねどうやってこの形を持っていくのかっていうところが肝になってきてで自分が初めてこの問題解いた時にこの答案に至った発想っていうのを最初に解説しましたつまり何かしら括弧1は使うんだろうと で示したのは0以上2分の以下の範囲で示していて LargeFx が0以上であることは示したで LargeFx の中に Fx というのが含まれているのでじゃあまずは LargeFx の積分を考えてあげてでそこから積分を展開してこの Fxcos の形を作りに行けばいいんじゃないかっていう発想とあとはこの LargeFx の形がですね、まあ、いかにもこう人工的ですよねなのでどういう意味があるんだろうっていうのを試行錯誤していると まあこういう x が0以上2分の π 以下で動いたときに、まあ、それぞれのこの f のですねこの形っていうのがそれぞれ別の区間を動いていって、まあ、全部ガッチャンコすると0から 2π まで動いてるんだなっていうこの発想に至って、まあ、答案が進んでいったっていう流れです、まあ、さらっと解説はしてますけれども実際は本当にガチャガチャと紙の上に試行錯誤して思いつくような内容なのでこれは別に覚える話ではないですので、まあ普段の演習で こういう一般的な性質を示す問題があったときっていうのはすぐに答えを見ずに、まあ、自分の頭の中でいろいろ考えてみることが一番結果的には近道なのかなと思いますではカッコ3ですねカッコ3もなかなかまたいかついんですけれども今回 F ではなくて新しく G という関数が登場します問題文確認しておくとこちら関数 GX この時点では全く何も性質わかってないです新しく出ててきた GX っていうのが 0以上2分の π 以下の範囲で同関数を持つと。一次同関数ですね。で、同関数の値がマイナスですよと。そういう関数です。これも具体的な関数じゃなくて、一般的なこういう性質を満たす関数を取ってきた時を考えていて、その時に sinx と掛け算したものを0から2分の π までで定積分すると、値が0以上になることを示せっていう、またふわっとした問題です。まあ、ふわっとはしてますけれども、 何かしらやっぱ「っ1」2を使うんだろうなっていう発想はできるかと思います。で自由度が高い問題なのでいろんな解法があってここではまず初めに自分自身が思い至った解法っていうのを紹介してその後いろいろ気づいたりとか調べていくうちに、まあ、別解があることも分かっていったのでそれも紹介します。で自分自身がこの問題解いている時に考えたのは、まあ、新しい関数ではあるんだけれども「1」2の考え方っていうのがきっと作る使えるんだろうなと。 でカッ1カッ2の醍醐味って何だったかというとやっぱり fx というものに対して largefx という新しい、まあ、人工的な関数を作ってあげて、まあ、これをうまく使うことによって fx に関する、まあ、性質を示していったっていう、まあ、そこがこう醍醐味なんじゃないかなと考えてじゃあ gx に関しても何か新しい largegx という関数を作ってあげてうまくこの形を設定することによって 今回示したい不等式が示せるんじゃないかっていう発想です。じゃあ次に考えないといけないのはどうやって LGGX を設定するのかっていう話です。結論から言うとこの形で置けばうまくいきます。じゃあ何でこれを思いつくかということなんですがその際に考えたいのがななんでじゃににはううままくいいったのかっていう話になります。つまり LGFX をこの形で置いたんですけれどもなぜこれだとうまく示せたのかっていうのを 証明を振り返ってみますそうすると fcos に関する積分というのはこれは0から2分の π まで積分していてでそのまま dx かけられていて0から2分の π までの fcosdx が誕生していて OK でしたよと。で他のものに関しても、まあ、全部 cos をかけていったんですけれども置換積分をしていきました。 何をしていたかというとまず π−x というものを a と置いてそうすると cos x というものは cosπ−a になりますねでこれは −cosa でしたでこれにマイナスが出てくると積分価格に関しては π から2分の π までっていうこの逆に言ってしまうんですねでさらに −dx が出てきてしまうので このマイナスとマイナスあと積分区間が逆っていうこととあとここのマイナスでうまく全部打ち消し合って最後に結合することができたとじゃあ3つ目あとは全部流れ同様です π マイナス x というものを b と置いてそうすると cos じゃなくて cosb マイナス π というものを考えてでこれは結局マイナス cosb でしたでこれマイナス出てきてますねで積分区間は π プラス x なんで パイから2分のパイまで、ま dx に関しても db になるので、マイナスここ1個ですね。積分区間も、まあ、素直に逆になってないんで、マイナス1個。なので、ここマイナスをつけてあげることによって、最終的に結合することができた。で、最後、2π マイナス x というものを c と置いて、そうすると cos じゃなくて cos2π マイナス c。で、これは cosc ですね。 で積分区間というものが 2π から2分の 3π でここは逆になっていたと。dx というものが -dc になってきてここにマイナスが出てきてたんでこのマイナスと積分区間をひっくり返すので相殺されてここはプラスで良かったんですね。なので括弧2で最後うまく連結できたのにはもちろん理由があって最後うまく連結できるようにここの符号がうまく設定されていたんですね。ということが分かります。じゃあ large gx を定める上で。 この符号をどうしていけばいいのかっていうのを考えると、sin の符号を考えていけばいいですね。つまり c o s の場合は、ここがプラス、ここがマイナス、ここがマイナス、ここがプラスになったので、その通りの符号になってるんですね、実は。この largefx というものが。最初は fx でマイナス -fπ-x-fπ-x-f2π-x と。なので、 サインもじゃあこの置換をしたときにどういう符号になるかを調べてあげれば large gx の符号というのが決定できるなっていう発想に至りますそうすると、まあ、最初は sinx ですよねで次 sinπ-x っていうのは sinx なのでここプラスで良さそうですねで次の痴漢 sinx-π っていうものは -sinx なのでここがマイナスになってきて最後 sin2π-x は sin2π。 x ののママイイナナススなので最後もマイナスってことで符号に関してはさっきはプラスマイナスマイナスプラスだったんですけれども今回はプラスプラスマイナスマイナスでいいっていうことがこの考察からわかりますなのできっと関数 gx をこの形で置けばうまく証明ができるだろうで括弧1カッ2でやったことを同じようにやっていけば括弧3も示せるなっていう発想に至りました じゃああととはやってること一緒です。まずは括弧1と同じ流れでこの large gx というものが0以上であることを示しに行きます。まあ実はこれは0より大きいという統合つかないんでこれを示すと。あとさっき話しそびれましたけれどもさっきと同様に large gx というものも0以上 π 以下で定義をします。えそうじゃないと gx のです、ね、微分可能性がうまく使えないっていう括弧1で話した内容と一緒です。 何をすればいいかというと x が0以上 2π 以下の範囲で g'x というのがマイナスですよと。ですのでこの範囲で gx というのは競技単調減少。ですので x が0以上2分の π 以下の範囲でここのペアとここのペアを考えていくと gx というのが競技単調減少だということは必ず gx の方が gπ プラス x よりは大きいと。 でさらに gπ-x というものは g2π-x よりも大きいと。ですので gx というのが0より大きいことが示されます。で、まあ、x は0以上2分の π 以下で考えておけば、え実は今回十分で、この範囲で考えますよと。で、この範囲のときであれば sinx というのは0以上なのでえ、実はこちらが成り立ちます。であとは括弧2と一緒ですね。ここから先は括弧2。 つまりこれを展開してそれぞれ4つ出てくるんですけれども DX が抜けてますねで最初に関してはもう GX sinX 出てるんで OK じゃああとこの3つの中身を GX sinX に揃えに行きますでそれぞれ置換していくとまず2つ目のこの丸6ですねに関しては α イコール π マ x をス x と置換すればここで Gα が出てくるであとは sinα も作り出して整理するとこちら まあこれがうまくいくようにさっき符号設定したんでうまくいくはずです。で2つ目も同様3つ目も同様でえ全部ここを gx3x に揃えていくとえ最後結合することができてここですね0から 2π までガッチャンコして gx3x を積分したものと変形することができます。ですのでこれが0以上であることが示されるという流れです。で実は鋭い方は気づいたかもしれないですけれどもこれ実は x sinx がが0 0以以以上上下のの範囲で sin x っていうつまり過去2では cos x だったので cos x っていうのが0から2分の π まででプラスだったんですけれども sinx っていうのは0以上 π 以下で0以上の値を取ってくれるので実はもっとシンプルに large gx を設定することができます。それがこちらで gx-gπ-π+x と置いてさっきと全く同様の議論をすることができます。 つまりどういうことかというと、large gx というのが0以上 π 以下の範囲でまずプラスですよと。で、これに sinx かけた定積分、こちら。large gxsinx の0から π までの定積分を考えると、これはもちろん0以上ですね。で、ここから展開していって示すこともできます。まあ、これだとさっきみたいに4つの項が出てこずに、これだと2つの項で済むので、より楽に示すことができます。ので、 まあ、ぜひ興味のある方はこちらもやってみてみ、まあ、ただ最初の時点で、まあ、こ,のこれに気づく必要があるんで少し発想が求められますじゃあ最後にカッコ2をうまく使って実はこれ部分積分でさらっと示すこともできるのでその手法を紹介しますさっき LargeGX 使ってしまったんで GX の不定積分 LargeHX と置いておきます で発想としてはサインって微分するとコサインだなっていう発想ですね。あともう一つはカッコ1っていうのは F の2回微分の性質が与えられていたと。でもカッコ3では G の1回微分の性質しか与えられていないので,でこれが同じような与えられ方をしているということはこれ完全にイメージの話ですけれども F というものが G というものに関して何か一つこう積分されているようなイメージがします。F の2回微分と G の1回微分が同じような扱いを受けているっていうことは f の方が何かこう2つ上がってるんで1個高いところにいるようなイメージです。まあ、こういうイメージですね。まあ、完全にイメージの話です。で、まあ、さっきも話した通り f に対しては cos x がかけられていて g に関しては sin x がかけられているんですけれども sinx から cos x というのは1つまあ微分をしているような。まあ、これはそうですよね。ってことでこの括弧に で考えてきたこれとこの g と sinx の関係っていうのがなんかこれ片方微分片方積分しているような関係になってるんで部分積分を思いつくっていうまあそういう発想です、まあ、具体的にどうするかというと gsinx で gx の方積分して sinx の方微分してこの括弧2の形に持っていきますまさにこの考えたこの流れですねそうすると gx の不定積分を large x と置いているので、こちら。で、ここに関しては s i n 2π s i n 0ともに0なので、ここは0になって消える。で、こちらが出てきます。であとはここですよね。cos x はカッコ2で出てきてるんで、あとはこのマイナス large hx というものが、カッコ2で示したこの fx と同じ性質を持っていればよいと。でそこで調べていくと、マイナス large hx というものを 2回微分するなぜ2回微分するかというと括弧1で与えられていた fx の条件というのは0以上2分の π 以下の範囲で2回微分できてその2回微分の値がプラスですよというものが与えられてましたじゃあそれでそれだけですねでなのでこの −largehx というものが全くそれと同じ性質を持ってばよいので2回微分したくなりますで largex の定義から1回微分はもちろん gx です まず1回微分できますよねとそうするとマイナス Gx になってで問題文の G の条件からもう1回 G は微分することができるのでマイナス LargeHx というのは2回微分できてそれがマイナス G'x になりこれが問題文の条件からプラスになるので確かに括弧一1で fx に与えられていた条件をこのマイナス LargeHx というものは満たしますですので括弧二2の結論を使うことができてこれが0以上であること ことがすぐに示されますこれで証明終了と。まあ、どういう発想をしたくなるかによって、まあ、解放のアプローチっていうのは違ってくるんですけれども、まあ、いずれにせよほとんど計算は不要です,計算は不要ですけれどもやっぱり最初の発想が難しくて、まあ、これは一朝一夕で身につくものではないのでまたこういう一般的な関数が与えられて考察する問題が出てきた時っていうのはじっくりと考えてみてもらえたらと思います。 はいではこの不等式面積媒介変数編とてもとても重要で、まあ、よく出てくるテーマなんですけれどもやっぱり難問が多くて過去問演習4問やってきましたけれども、まあ、結構重たかったですね。で体積はですね計算が大変なことは多いですけれども考え方は結構ワンパターンだったりするんで得点源にできると心強い分野です。 でこちらの両門演習さらには過去問をやっていって積分編が終了となってきますので是非こちらもですね品質範囲ではあるので一緒に考えていけたらと思いますでは今日もお疲れ様でしたありがとうございました